パソコン初心者の皆さん、私もねパソコン初心者の時代がありました。まあ、ですんで上級者になるその最初の入り口っていうのはみんなねパソコン初心者なんですよ。ですからパソコン初心者でも稼げますか？稼げます。それはでも初心者のままで居続ければ稼げません。ですから初心者を自覚するなら、じゃあ中級者になっていこうかなとか上級者になっていこうかなっていうふうな段階を経なければなりませんよね。でパソコン未経験なんですけど大丈夫ですかって方、パソコン未経験でも大丈夫ですけども、未経験のまんまこれから5年10年やっていってパソコンで稼げるかって言ったらそれは稼げませんので、パソコン未経験だったらね経験していきましょうってことになりますね。かくいう私もですね、小学校中学校と、パソコンなんとはね無縁の世界だったわけですよ。で20代ぐらいで、サラリーマンを新卒でね大学出てからやった時に、本当に文章主義って言いますかね、ペーパーで資料っていうのを送られてきて、ファックスで送られてきて、で紙で管理する会社だったんですよね。その中でもやっぱりね50代とか60代の幹部の方はパソコンを持っていたんですよ。でパソコンを苦手ながらもやっていたんですよね。でああパソコンやっぱり上司ってパソコン使うんだ、50代60代でもパソコンやってるんだみたいな感じで、どちらかというと20代とか30代とか若い方の中でパソコンを使わない方の方が圧倒的に多かったですよね。その中で私はね格好だけでも上級者に見られたかったし、格好だけでも仕事ができる人間に見られたかったんで、そのパソコンをねやりたいなっていうふうに思ってたんですよ。そうするとね私の上司が古いパソコンをくれたんですよ。これあげるよみたいな感じでね。いや本当に古かったんで、ちょっとノートパソコンなのにでかいですし重いですしね、で立ち上げるのに時間がかかるしみたいな感じで、でももらって嬉しかったんでパソコン開いてね、でそこでこうやって人差し指で売上日報とか書いて、それで提出するようになったんですよ。もちろんほとんどの方が手書きなんで、ちょっとこう修正を求められたらねボールペンでチャチャチャってやってさっと出すんですよ。早かったですよ。でも私の場合はわざわざパソコンを電源入れてで開いてですね、でその該当部分をこうやってタイピングで直すんで時間かかったんですよ。パソコンの方が遅かったです、さすがに。もう最初はね。でも資料がどんどん増えていくに従って、まずはペーパーだとね、ほんと3年目ぐらいになったらペーパーを全部持ち歩くことはできないわけですよ。でも私はパソコンなんで最初は重くてめんどくさいなと思ったんですけども、でもその重量が変わらずにね、同じものをずっと持ち歩いたまま、いつしか私の方が膨大な資料を持ち歩くことがねできるようになったわけですよ。しかも修正っていうのは検索で呼び出せるんで、該当のところをねすぐに呼び出して、3年前のデータはこれですよみたいなね、5年前はこれですよとかね、すぐにだから意見が言えるようになったということで、スピードを抜くことができましたね。本当に会社の中の狭い範囲ですけども、そこでねやっぱりパソコンの威力を感じたんですよね。これすごいなと思いました。そういうのが昔心の中にありましたね。それが20代の私のパソコン経験だったかなと思います。それから時は過ぎて30代、私はね、会社を辞めて一人でやるようになるわけですけども、それから40になるまでね麻雀店をやってるわけですから、パソコンなんて無縁ですよ。でもネットビジネスを始めるときに久しぶりにパソコンかと思ってね、パソコン持ってなかったですからね当時で、パソコンを買うところから始めたわけなんですけども、いやでも良かったなと思います。物怖じせずにやってみるっていうかね、自分は未経験だったけども経験者になろうと思ってね、で経験者の中でも初心者を自覚したら初心者から中級者を目指すっていう風なね、ステップアップをすることによって自分の収入もステップアップした、自由な時間もステップアップしていたってこと、これ全然ねこう正比例の関係だったかなと思うんですよね。ですんでね、パソコンで稼げない方、やっぱりね自分の力をつけていくことだと思います。もう単純な話ですけどね。だから稼げる案件を探すなんてのはこういうのはねカモへの道なんですよ。で稼げる自分になっていくってことですよね。だから暗号通貨みたいなのをね流行った時期もありましたけども、その暗号通貨に関しては私2014年からずっとやっていたんですよね。で2014年初心者で入って、その後2016年ぐらいに新しい参入者がいらっしゃったんで、その方に情報発信することによってこういうふうな形になったんですよ。中級者になったわけですね。で残念ながら初心者の方は2018年ぐらいまでもあるかな、情報が遅かったんで全損するわけですよ。損失を出すわけなんですよ。でも私は同じところにいて、もちろん中級者ですからね、暗号通貨はちょっと早めに参加したんで、ICO っていう概念にはものすごく警戒をしていて、これはやるべきではないなというふうに感じたんですよね。
まあ、そういう中で、暗号通貨 ICO に取り組んだ方は、まあ、初心者なりに取り組んだ方はちょっとねかもられちゃって全滅してみたいな感じになっています。まあ、そういう時は私のそのアドバイスなんて聞かないわけですよね。で初心者で暗号通貨に参入した方はそのまま退場していって、まあ、私は未だにね、君臨しているということです。含み益を持ちながら決済してないという形なんですけどね。これはね自慢でも何でもなくって、やっぱりねずっとやってる人なんですよ、稼げる人って。で稼げない人ってのはやめてる人なんですよ。もう単純にそうですね。で暗号通貨の話題が出た時も、稼げる自分になることがすごく大事なんだよと。暗号通貨が稼がしてくれるんではないんですよ。暗号通貨っていうのは誰かが作った概念なんで、誰かが暗号通貨を作って、その暗号通貨によって誰かを稼がせるとしたら、暗号通貨っていう概念を作った人が一番稼いでるわけですからね。だからそこに行くんではなくて、稼げる自分になっていく、で暗号通貨に関しては選べる自分ですよね。これは儲かる、これは儲かんないっていう目利きをやっぱり高めていく。目利きっていうのは自分の力ですから、じゃあ目利きを高めていって、目利きっていうのは人にも当たりますからね。この人と一緒に組んだらうまくいきそうだ、この人と組んだら最悪だみたいなね。でそういうふうに自分の目利きが出てると、今度は詐欺にもかからなくなるし、事業失敗の可能性も低くなりますんで、結局は自分次第なんですよ。自分が今まで何をやってきたか、自分の力でどう生きてきたかってことが全て今日の行動と結果に反映されます。まあ、ですんで稼げなかった人っていうのは今まで稼げる自分を作ってこなかったというね、まあ、そういうふうな今日の結論になります。パソコン初心者でももちろん稼げますけども、初心者のままでは稼げませんし、結局はね中級者、上級者、まあ、プロになっていかなければ、自分をプロにしなければ稼げないっていう風な結論でございます。あとはね、プロになろうと思ったら継続すること、やめないことなんですよね。大体稼げない人ってやめてるんですよ。で思い出したようにまた出てくるんですよ。その繰り返しです。モグラ叩きみたいにね、引っ込んじゃ出てくる、引っ込んで出てくると。そうじゃないんですよ。雨が降った時も風が吹いた時も、で逆風の時もね、失敗した時もやっぱりやり続けるってことなんですよ。今日の結論なんですけども、儲かんない時ですら、失敗した時ですら、コロナの時ですら情報発信続けてる人っていうのがやっぱり稼げてる人なんですよ。コロナの時だから、危機の時だからっていうふうにポッと出てきた人は気をつけろってことなんですよね。で調子がいい時に行動するの、これはみんなやってますんで、ここでは差はつきません。状況が悪い時にどういうふうに対処してるのか、どういうふうな情報発信をするのかに尽きると思いますけどもね。で以上です。